にいるハート。はい、ということでね、電撃プレイステーションさん公式貸し金中のバズり屋島のいるハートです。今月もやってきました、電撃プレイステーションさんの雑誌紹介会。ではいるハートが華麗に1月28日発売中の電撃プレイステーションさん紹介していきます。そうあのなんか今回は期待感を持たせるためにいろハートがここはモザイクっていう場所はモザイクを入れるらしいので、まあその部分も楽しんでもらえたらなと思います。なんかね、こう見えそうで見えないから電撃プレイステーションを買う、まあ、作詞ハートみたいなことですね。電撃というわけで、今回の電撃プレイステーションの表紙、じゃじゃーん、バイオハザード RE2。 もうこれだけでね、怖い感じがしますね。あ、今月号もあのネプチューヌ情報はたくさんありまして、その中でもね、イルハートが好きだったのがこちら、じゃ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 ーん、ネプチューヌさんたちのキャラ図鑑、かわいいファイルのベールさんでーす。いやー、ベールさんのかわいさがね、こうたくさん解説されてるし、今までのねイベント CG なんかもあるから、ぜひ見てみてください。次が勇者ネプチューヌ DLC 情報と、演劇子によるネプチューヌさん&クロムさんインタビュー、演劇子だけモザイクでーじゃじゃーん。まあ、各キャラならではのね、個性的な面白いインタビューになってるみたいなので、こういうネプ好きの皆さんはね、ぜひぜひ見てみてください。次はね、インタビューするのはイルハートになるかもしれないから、それも期待しててください、頼みますね。あとはあのいつもの電波女子の4コマ漫画もあるんで、まあ、それもぜひぜひ見てください。そろそろね、イルハートも出演料もらってもいいんじゃないかなって思うんですけどね。そして次はじゃ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 、先月号から始まった電撃イルハートコーナー。まあ、今回はね、イルハートが自分で描いた4コマ漫画や、まあ、ちょっと残念なお知らせが、まあ、ここはね、ちょっと恥ずかしい話だから記事にモザイクをかけちゃうんですけど、記事にはあのスーパーイルハートクエスト使えなくなっちゃいましたという内容が、イルハートがね一生懸命考えたんだけど、こう、まあね、何をね根拠に言ってるのかわからないんだけど、なんか訴訟の可能性がどうたらこうたらとかで、なんか新しくね考えなきゃいけなくなっちゃいました。まあね、これにはね、まあ、イルハートも肩を落としましたね。まあ、おかげでタイトル見て、発売日見て、カード見て、メーカー見てのね、まあ、見てだらけになっちゃいましたよ。なんか陰謀を感じるよね。まあともかくね、これを見て、まあ、どうせネタだろうとかで思ってるあなた、イルハートのね目を見てほしい。イルハートはね本気でゲームを作ろうと思ってるから。実際電撃オンラインさんのねアンケートフォームでゲームのタイトルを募集します。まあ、タイトル以外もね、こうイルハートのために何か力になってくれるって人も募集するので、どしどし待ってます。今月の電撃プレイステーションさんの記事はここまで。まあ、どんどんねイルハート色がついてきたね、色がついてきたなって思うので、イルハートのみんなぜひぜひ買ってください。イルハートが売れないときに、なんだろうな、まあ基本ツイッターをいじってます。
あれなんですよね。こうやっぱ深夜ってさ、こうなんかちょっと、なんか若干ちょっとなんか寂しくなったりとかするじゃないですか。まあ人によると思うんだけど。だからなのかな、なんか深夜にこうツイートした時に何か反応くれる人がいると、なんか8割9割ぐらいでリップを返します。そんな感じですかね。まあ基本的に寝れないことはないんですけどね。